今回はね、オペレーション003の、まあ、中盤からやっていきます。前回はね、ちょっと序盤を2周することになってしまいましたけど、今回は多分そういうことなしに進めていけるかと思いますので、とりあえず出撃の前に、前回ね、また野菜を集めてカードを作りましたので、なんか一番高そうなものを買っていきましょうかね。受け身が80万、受け身結構役に立ちますからね。ビューティフルジョーにあった受け身と同じなんですけれども、あ、どうもこんばんは、ね、ちょうど今始まったとこですね。受け身ね、カードで買うならやっぱりこれぐらい高いやつ。受け身、うん、攻撃を受けてダウンするときタイミングよくジャンプボタンを押すことで受け身を取りダメージを無効化するね。ビューティフルジョーにもありましたね。成功すればだいぶね、ダメージを抑えられるので、うん、司令官のカードで買いましょう。うん、いい買い物をしました。他人の金でね。これをはめ込めば、うん、受け身ができるようになります。結構今まではね、死んでばっかりだったけど、それもだいぶ減るんじゃないかな、受け身のおかげでね。開幕から偽装カード、うんね、ヒーローのクズ、大丈夫、地球を守るためですからね。っていうわけで、まあ中盤からですね、隊員の数もだいぶ増えてきまして、49人なのかな、結構増えました、うん、今ちょっとローディング中なんで準備運動でもしてましょうかね。ムチ、よいしょ。ハンマーがね、ちょっと人数少ないと書きづらいんですけど、よいしょ、ね、前回新たに仲間になったイエローのハンマーを今回もね、役立てていきましょう。というわけで、コンビニを抜けまして、続きからですね、バッテリーをまたちょっと集めていかないといけないので、バッテリーとか、あと臨時隊員さんもね、抜けてるので、できるだけ集めながら先を、ね、目指さないといけません。また外に、おお、ユナイトハンマーで攻撃を防げる、うん、受け身成功した。受け身成功すると今みたいに、ね、決めポーズをとってダメージを無効化できるので、ちょっとハンマー作らせて、ハンマー焦るとハンマーかけないね。大丈夫か、イエローしっかりしろ。イエローが気絶してるから、そうか、ハンマーかいても反応がなかったんだ。こうやってハンマーをね、頭の上に掲げている間はね、ミサイルだろうがなんだろうがダメージは受けませんので、ね、すごい硬いハンマーですね。後ろの味方はどんどん食らってますけど、9時の方向より敵援軍が接近中。空母12隻、戦闘 UFO 200機。バージンビクトリー号、大丈夫っちか、帰るところがなくなりそうだっち。バージンビクトリー号、全攻撃手に積む、敵 UFO を迎撃せよ。こっち側も飛び乗って、UFO 円盤を落とさないといけない。今来た、あ、どうもこんばんは、副長、はい、しましたね。隊長、機材ともども問題なくね、配信できるようにはなりましたのでね、今年に入ってからまたね、これまで通りやらせていただいております、うん、またシューティング、円盤を撃ち落とさないといけないんだけど、前を飛んでるシャトルを助けないといけない、
円盤がすごいなんかシャトルを攻撃しているので早めに撃ち落とさないとやられてしまいかね。やめろ、シャトルを狙うんじゃない。バージンビクトリーは普通にボタン連打でどうにかね、なんというか敵はどうにか対処できるんだけど、大丈夫、体力がちょっと削られてるね。落とされたらいけるので、よし、とりあえず円盤を落とした。大丈夫、お、ピュアプラチナ怒られてる。のっけからいい評価をいただいている。すごいなんかまた地味な渡り方ですけどね。前を飛んでるシャトルに移らないといけない。落ちる。もっとこうザーッと滑るように移動できればいいのに。大丈夫か。よし、到着したけどまたいるな。銃使うか。土偶がいるな。土偶もちょっとあの臨時隊員として勧誘したい。中土偶はなんとか洗脳できるはず。ティーダたちとは大違いねえ、 FF10 のティーダみたいに、ね、ザーッと滑って乗り込めたらかっこいいのに、地味に綱渡りっぽいことして映ってますからね。受け身成功、うん、受け身あるとやっぱ火ダメージが減りますね。お、洗脳、よし、まず1人。君もワンダフル、ワンダブル王として地球を守ろうぜ。よっ、こいつをあとは倒せばもうちょいで倒せる。痛い必死に反撃してくる。突っ込んでくれ。よし、もうちょいか。よし、囲め、引き入れろ。あとはこいつか。とりあえず銃を、うん、砲台が跳ね返せばどうにかなる。お、上から来るぞ。トゲ付きの弾はリップ投げ返す。ダメだキャッチが追いついてない、うん、ナイス受け身。普通の砲弾はガッツで跳ね返せるんですけど。よし、おい巻き添え食らってるよ。ちょっとユナイトガンをやっぱ使わないとダメだ。こういうのあまり近づかん方が良さそうな気がするので。なんか後ろにいる味方がどんどんなんていうか攻撃の巻き添えを食って気絶しまくってるね。もうちょっとでこいつは壊せそうなんだけど。よし、やったぜ。やったけどでかいのが来たな。おう、受け身がうまくいってない。でかい、2体同時はちょっとまだきついな。ハンマーを大きくした上でスティンカー突っ込め。よし、よいしょ、いい、うん、でかいとやっぱ当てやすいですね。でかくしてスティンカー。あんまりでもなんだろう、ランクが上がってないからダメージも少ないのかな。そして反撃される。受け身アップはいいからね。どうしよう、ハンドの方がいいかな。ハンドはまだ振りが早いから。よし、まず1体。あとはちょっと銃の連打で離れたところから倒す。よし、うん、危ない。
ジャンプ。どっから飛び移ればいいんだ。この辺ジャンプ。はい、ここだ。よいしょ、急がないと時間がない。奥へ奥へと飛び移らないと。残り10秒切ってる。間に合うのかこれは。間に合った、間に合ったけど、うん、ゴールド評価。頑張れ。おちょっと火が危ないのでここを割ればいいか。違う無知じゃなくてハンマー。よし、目が回る。取り残されている人がいるからちょっと助けないとな。ジャンプ力ですかね。獣フレンズミキがね、始まるんでしたがね、もうすぐ、ね、楽しみなんですかね。 UFO がこうぐるぐる回ってるとすごく狙いづらい。倒した？意外と早く片付いたな。とりあえずちょっとヘルプ出してる人を助けたいのね。どう囲みゃいいのこれは。ちょっとこっち側の人置いてったらなんかかわいそうだから、ちゃんとあの連れて行きたい。こうすればいいか。よし、表示が消えたってことは多分大丈夫だろう。連れて行けてるはずだ。はい、そこのあなたも一緒に世界を救いましょう。熱い燃えてるよ。ちょっと火を消さないといけないんだけど、先にね、ちょっと先にこの人たちを助けてあげたいのね。ダメか、火をどうにかしないとダメだ。よいしょ、これでいいか。とりあえずこのヘルプ出してる人を助けてあげたいのね。はいはい、ついてきて。ここはもう崩れ落ちると思うんだけど。はいはい、よし、うまいこと囲まないと。逃げ遅れた人がまだいる。そして UFO が多い。ソードを振り回した方が早いかな。よいしょい、チームアタックしながらソード振り回した方が銃使うより早いわ。ただでさえ視点が悪いし。よいしょ、終わったけどまだ逃げ遅れた人がいる。はい、ついてきてついてきて。あ、危ない、置いてくとこだった。みんないる？気づけば隊員も100人以上。まだ1人いた。早く崩れるぞ、ここついてきて。よし、ついてきてくれるのはいいけど足場がどんどん崩れていく。渡れそうな場所を見つけないといかん。こっからか、行くぞ。なんか2面でもこういうとこありましたよね。絶体絶命としめいた場の場所。よし、コインが取れた。ちょっとついでにバッテリーを回収したい。大丈夫か、こっち側にもあるね。ちょっとライナーを伸ばして届くところは手を伸ばしておきたい。よし、グライダー三角形。はい、行くぞ。向こう側に飛び移らないといけないんだけど、瓦礫が飛んでくる。怖い怖い、たどり着けるか。痛い食らって落ちないのもすごいけどね。もうちょい、はい、よし、なんとかたどり着いたと思ったらこれかよ。ジャンプ、ジャンプ力ですかね。あ、ホダラさんどうも、こんばんは。3面の今中盤ぐらいですかね。シャトルがどんどん壊されて飛び移っていかないといけない。またグライダーか。飛ぶぞ、
空中戦が続きますね。円盤がまだ生き残ってる。かっこいいですね。この戦闘機操縦してるのは名もなき地球防衛軍の皆さんですからね。モブキャラがここまで活躍するゲームっていいよね。GDA 地球防衛軍、とりあえずちょっとバッテリーは拾っときたい。頑張れ、砲台を作れと。合体して砲台になる、砲台操作マニュアル、さっきのシューティングとはちょっと違ってため打ちができると。また円盤を円盤を撃ち落とさないといけない。こっち来んな、痛い、離せ離せこの野郎。ため打ちをうまく当てれば一気に削れそうなんだけど、止まった隙に撃ち込めるか。近い、あぶねえ、外したな。煙幕、目が光ってるからそれを 目印に。痛い追わないといけない。どこ行った、右の方に行ったのは見えたけど、いた、よし早いな。動くと当たらないだろ、動くと当たらないだろ。よし当たった、よし最大のチャージをうまいこと当てれば一気に削れる。近い女、よしまだまだ。パターン入った、入ってないね、元気に動いてるね。止まれ止まれ、画面酔いする人が出てくるでしょうが。ああかっこいい戦闘機がここがみじんになってしまった。ジャンプ、はい、飛ぶぞ。こっちに飛ぶ乗ってた人たちはみんな一応無事だったみたいに。ハンマーのライジング、いいぞ、新しい仲間、金で解決、ワンダマネー、39歳、大株主いろんな人がいますね、ほんと。金で解決、そんな正義の形もあるんですかね。よし、円盤の上に来た。とりあえずひびを広げてやればいい。砕けろこの野郎、割れろ、あと一箇所、よいしょ。どうよ、直接こうして叩いた方が普通に戦闘機で撃つより早いんじゃないかっていう。ん？出たよメガン、レーザーが来る、あぶね、痛い普通に食らってしまったね。首伸ばすのやめろって。とりあえず甲羅を叩き割るか、うまいこと転ばせないとまともにダメージを入らん。割れろ割れろっつの。まだ背中にひびも入ってない。おう、普通に踏みつける技を使ってきてくれれば。おっと、これはちょっと避けた方がいい。詰まってくるレーザーに食らうと周りの隊員がみんな伸びちゃうな。背中をぶち割った方がここは早いか。円盤もなんか傾いてるから落ちないように戦うのがすごく難しい。割れろって、はよ割れて、はい
よし、背中の弱点が見えてきた。ちょっとハンドに切り替えよう。よいしょ、わお、危ねえ、倒した。あー、で真ん中のひびを叩き割る。忙しい。ジャンプ、はい、中道具も一緒にポーズを取ってくれてる。評価が評価シルバーはなちょっとよろしくない、ね、周りに拾えるもんとかはないよね。入るか、よし、伸びてる人がいる。よし、数もだいぶ増えましたね。確かこの辺にあった、ハートのかけら、これで4つ集まったのでハートの器が出来上がりました。体力が伸びた。ちょっとガチャを回していこう。ガチャ、よし、5連ガチャ、S レアなし。でもこっちに正規の隊員さんがいますね。おまだれサウンドが絶対これあのゼルデンネタだと思うんだけどね。ワンダフラワー33歳家元、ロッテルダムお住まいの女性だそうです。大台か、こいつはソード、よし、レーザーを跳ね返せてない。これとりあえずちょっと撃ってきそうな時は剣を構えないと。わーお、剣振り回してる時に撃たれちゃダメか。普通の大砲はガッツリ跳ね返さんとね。危ねえ、花壇がレーザーから守ってくれた。さらに体力が伸びた。よし、あと1体、打ち上げるか。よし、まだいる。下台道具、トゲを剥がさんといかん。おっと、近寄りすぎると反撃されるね。まずはこれを剥がさんといかん。脱げ、裸になれ。あぶね、火吐いてる間は剥がせないからね。はよ脱げ、はよ脱げ。全然剥がせてないですね。受け身成功。危ねえ、なかなかトゲを剥がれない。近づきすぎてる、これちょっとまずい、ね、よし、これで剥がれた。溜めて溜めて打ち上げる。もうちょいか、倒した。隠れ映画の入り口は、せっかくだからちょっと隠れ映画にも入りましょうか。殲滅すればね、いいものが手に入るかもしれませんので。忘れ物はない、ないよね。よし、お邪魔します。何回か挑んできつそうだったらもうすぐに諦めますけどね。はい、隠れ映画、4分以内に敵を全滅させろ。はい、メガンが2体ほんとこいつら嫌い。早めに終わらしたい。
まあ連打でとりあえず隙を作って、はい、受け身。隠れ家でも受け身でダメージ無効化しても、うん、意味がないよね。ゲージ性じゃなくてなんていうか個数性になってるから。攻撃が来る。あんまりなんていうか攻撃に集中しすぎるぞ。かえってダメージ受けやすくなるね。これはハンドになっていれば足元からの攻撃は無効化できる。逆に炎がというかハンドの力になるから攻撃に利用できるかもしれない。踏んでこい噛むんじゃなくて踏んできて。踏む攻撃をね、うまいこと。これね、よしよし、ひっくり返れ。 OK、 あとはもうひたすら削る。もうちょいで倒せるか。戻るね。痛いもう一撃食らったらもう負けですね。倒した。ギリギリ。危ねえ。評価がでもブロンズか。ギリギリのね、勝利でしたので。まあいいや、フィギュアもらったし、帰ろう。うん、帰ってきましたね。隠れ家、行かないよ。こっちか。到着した。まだちょっと取り残されてる人が大勢いるね。助けないといかん。ほい、ついてきて。こっち側にも、うん、トイレ待ちの行列が。詰め込むか。あれ、入り口がこっちか。ちょっと待ってちゃんと押し込めてない。よし、中身はスペースキャロットか。またあのカードを作るために野菜を集めないといけない。おお、これじゃ。このコンテナーじゃ。なんとか無事だったようじゃわい。この中の装置を起動すればスーパーリアクターを侵略者から守ることができるはずや。じいさん、この装置とやらをさっさと起動してくれよ。ストラトポートが撃ち落とされないうちにな。すぐには無理や。装置の起動にはあと10分はかかるわい。10分？おいおい、これだけあったらカップラーメンが3つは作れるぜ。3つ一度に作れば3分で済むっちよ。うるせえ。レッド、司令官より緊急指令を伝えるわ。本艦は現在敵航空部隊と交戦中だが、ストラトポートは依然として激しい攻撃を受けている。諸君らは直ちにポート屋上へ向かい、スーパーリアクターを防衛してくれ。ちょっと笑うわね。早くパッとシャワー浴びたいわ。シャワーの後、全裸で腰に手を当てて牛乳飲むのがピンクの日課っちからな。また覗いてたわね、この日課だるま。たまらないち。作戦終了まで電波複写管制を行う。通信は極力控える。ラジャー、目標地点ストラトポート屋上、総員前進。このポートを落とされたら終わりだっちな。信じてるぜ、ネルソンの旦那。とりあえず屋上に行きましょう。博士はとりあえずここで
留守番なのかな、装置とやらを発動してもらうために、頑張ってもらいましょう。お、コンビニマークが、グリーンだけ属性盛りすぎじゃないか。毒舌とかスケベキャラとかね、なかなかいい作戦だ。銃使うキャラだけど、ゴールド評価、プラチナ評価はもうちょっと頑張らないとダメか。とりあえずこれで3の B が終わって、次が3の C ですかね。野菜はどんぐらい集まったかな。まだまだ、30個には遠い。買い物は30万。30万で買える、かつ使いやすそうなもの。トゥームストーン、ユナイトトゥームストーン、カービィのストーンみたいな技ですかね。あれば便利だけど、今すぐにいるってわけでもないしな。もうちょっと貯めよう。今まだ貯金しましょうか。セーブして行こう。ラジャー、ボス戦ですかね。ザ・ワンダフル101というわけで、屋上にたどり着いた。50人くらい乗れるエレベーターか、すごいな。なんとか無事なようだぜ。この女神像の中にスーパーリアクターがあるっちな。お前たちだにゃ、我々ギスジャー組み立てつくネズミたちというのは何者だ。たったそれだけの人数で我々ギスジャー組に歯向かおうとは笑わせるにゃ。ギスジャー黒く幹部の一人、このワーナ様がここでお前らを一人残らず抜殺してやるにゃ。言えな、ハエ頭。それとも、このバリアンチームブレードの餌食になるか。さすがブルー、ベタな舞工場がどうにいってるっち。うるせえ。餌食になるのは果たしてどっちの方だぎゃ。なんだと。
衝撃に備えよ。我々はこのまま敵攻撃空母に突撃する。なんだと？ミサイルに乗って乗るっていうか捕まって敵の空母まで向かわないといけないんですけど、ベヨネッタで見たぞこういうのありましたよね。ベヨネッタもなんかミサイルにまたがってシューティングするステージが、神谷さんのゲームこういうの好きですからね。ただもう敵の攻撃が結構飛んでくるから食らわないようにしないといけない。痛い。ビーム砲すごい食らいまくってるんだけど大丈夫なのかこれは。円盤まで邪魔してくる。おう、追尾してくるね。痛い。食らいすぎでしょ。ちょっとこれは評価が、ミサイルは乗り物、神上げのミサイルは乗り物、どうにかたどり着いたかな。仕上がるな。ここどこだ？畜生、このミサイルを直接叩き込むしかねえ。総員、ユナイトアップ。ライザー、レーザー砲にミサイルが食い込んでいるから、これをさらに叩き込んでやらないといけない。叩き込むといえばやはりハンマーを作りたいんだけど、うまいこと形を作れてない。よいしょよいしょ。はい、どんどん叩き込め。やばい、噴射が来る。よいしょ、真ん中じゃなくても一応叩き込めばね、めり込んでいくので、噴射を受けない場所から叩いていくのが良さそうなんだけど、よっこいしょ。もう一丁。おっと、あんね、ガンガンいくぞガンガン。はい、手法とやらはぶっ潰れたぜ。このでかい鉄くずで次はどうしようってんだ。おい宇宙人、お前たちの親玉を出せって言ってるのがわからねえのか。ほらほら、危ないからおとなしくしてなさい。侵略者に告ぐ、直ちに武装解除せよ。応じなければ君たちを即刻武力制圧する。制圧されるのは貴様らの方だけや。我が大蛇の真の力を見せてやるギャ。戦がね始まりますけども、気合の入った変身シーン、
というわけで先を進んでいかないといけないんですけども、邪魔が入る。上から来るミサイルはハンマーで防ぎましょう。後ろついてきてる味方がどんどん吹っ飛ばされてるけど、リーダーがやられなければ大丈夫。とりあえずハンマーを傘の代わりにして、何かが来る。黄金、名前が本当分かりやすいの多いですよね。潜ってくるので位置で引っ張り上げるのが良さそうなんですけどね。痛い。とりあえずチームアタックして居場所を掴んでから叩きのめしていけば。伸びた、ひるんでる。今のうちに倒してしまいたいんだけども、まだ生きてるか。ヒップで叩いた方が早いかな、これは。ウィップのライジング打ち上げ技を覚えた。これか、よっしゃ、これで先に行ける。またミサイルか。ミサイルはハマ、とりあえず傘の代わりに、大丈夫かな。また来た。潜ったらとりあえずちょっとロックオンできるようにして、ミップでしばき倒す。上から来るぞ、気をつけろ。あね、まだ来る。うまいこと引っ張り上げれたら早いんだけどね。電撃か。ひるんでる。今のうちに叩き潰す。倒したかな。よし、次もう1匹来るか。味方をちょっと張り付かせたいんだけど。よし、出てきたね。出てきたらハンドに切り替えて殴る。削り切れたかな。よし、まだまだ。結構長いですかね。銃の出番、行くぞ。連射ゲーか。連射ゲーは楽だからいい。三角形を描くいいかな。よし、敵が飛んでくるね。捕まらないようにしたいけど捕まった。やめろ、離せ。この食われる、食われる、食われましたね。はい、食われないようにひたすら逃げ回らないといけないんだけど。来るか。反対側に逃げられてない。食いつかれる範囲がめちゃくちゃ広いんだ。おい、やめろー、やめろー。大丈夫、端っこに、端っこなら大丈夫。また来るね。よし、来るか。端っこに逃げ
吸い込み始めるとなかなか避けにくいね。あらかじめなんか安全そうな場所に逃げてないとダメなやつか。よし、回避。どんどん来ますね。離せこの野郎。真ん中に来る、端っこに逃げろ。あ、これはいいのか大丈夫なんだ今の。おお、意外と避けられてる。よし、なんとかなった。ちぎれたけどまだ生きてる。こっから大蛇本体を叩かないといけないと。離れてるからまあ銃を使うのが良さそうだけどね。というわけでグリーンやってくれ。よいしょ、連射ができ、上からミサイル、やばい。ハンマーでミサイルを防ぐんだ。味方が防げてない。味方がどんどん、おう落とされた。地球防衛軍の人が戦っている。ちょっと一緒に戦ってもらわないとね。よいしょ、バズーカ当たれば多少はダメージが入るから。チェーンソーはまずいですよ、うん、チェーンさんは。おっ、ヒゲ痛い。きれい、決めポーズ受け身が成功したっぽいけど。ちょっと待てよ、ハンマーを作りたいんだけど。よし、ヒゲを叩き込む。今のうちにヒゲを伝って頭の上に登ってやればいけるか。渡るのが遅い、ここにあのハイ野郎がいますね。やめねえよ、やめるわけねえだろうが。食らいやがれこの野郎。よいしょ、おらおらおら、まだまだ振りほどかれたか。まだ来る。よし、顔面にバズーカの攻撃が当たればダメージになりそうなんだけど、割と削れてる。ミサイルはハンマーで防げてないやん。危ねえ。地球防衛軍の人がまだお迎えできてない。大丈夫か。よし、まだこんなところにも駆けつけてくれるこの地球防衛軍の頼もしさよ。チェーンソー来るか。ジャンプ、ハンマー大活躍ですね。よいしょ、打ちつけた。今のうちに核を叩き割らないといけない。あと一箇所、移動が遅い。ダメだ、割れなかった。もうちょっとなんだけど、さらに援軍がここすごい、なんかポロポロとねヘリから落ちてきますけど。よいしょ、また来る。反対側のチェーンソー今度は壊せるか。ハンマ
ちつけて、よし、まあ、叩き割るのはハンドの方がいいな。接近はスティンガーの方が早いね。これマルチューナイトで削ろうか。もうちょっとでもうちょっとで壊れそうだったのに、惜しい。ちょっとずつでも当たればいいんだけど、ここで効果を壊せるか。無知だとちょっと狙いにくい。このまんまだと足元の円盤が壊される。ジャンプできてないやん。落とされた。グリーンが泣いてるよ。もう今のどうすればよかったんだよ。あ、円盤が綺麗に戻っている。よし、よいしょ。ミサイルか。ハンマー、ハンマーが作れてない。よし、これでいいか。この状態でも核を狙うことはできるのか。一応あんまり攻撃当たってなかったっぽいけど。ヒゲが来るか。痛い。ここはハンマーで、よし、頭に渡れる。本当にこう、あの登っていくのが遅すぎる。落ちないで。よっしゃ、よし、中の人を叩き潰せ。ほら、すごい削れ方するな。おいしょい、気持ちいいぐらい削れるな。まだでも削りきれてはいない。チェーンソー破壊できるか。ハンマー、はい、打ちつける。あと1個なら壊せるはず。ぶち割れ。よし、これでも頭の上に移動はできますね。ちょっとハンマーをしないと。はい、あんまりダメージ入ってないんだけど。はい、何が来る。レーザーじゃない。ちょっとひるんだ味方を起こさないと。おう、攻撃があんまり当たってない。大丈夫か。普通に逃げ回る方が手っ取り早いのかな。大丈夫、まだまだ足場はなんとか保てているけど。ヒゲか。ヒゲを打ちつけて登れば。よいしょ、登れるね。そろそろ削り切れるはず。登れ。すごい慎重に登ってるけど。
よし、よいしょ、あと一撃か。本当にあとちょっと。殴りたいんだけど、味方がひるんでるよ。捕まってる。振りほどかないといけない。銃の出番はやっぱテンション上がりますね。すら叩く、容赦なく叩く。君が泣くまで。
の航空部隊は全滅。このエリアの敵勢力は全て排除した。諸君らもよく危険な任務を遂行してくれたな。シャワーでも浴びて次の作戦まで休んでくれ。いちご牛乳もお願いね、ねるちゃん。お荷物も返さねえとね。な、坊主。俺にはルカって名前があるんだ。荷物なんかじゃねえ。かわいげのないガキだぞ。オペレーション003完了。航行進路オールクリア。バージンビクトリー号白金博士の回収に向かいます。レッド、機関は3番ハッチからどうぞ。ラジャー総員、機関ラジャー。というわけでね、3年もようやく終わりまして、島ランナー、うん、イエローはねテリアさんですからね。まあでも頑張ってくれました。いい、うん、1回死んでますね。円盤ごと切られたからね、うん、まあまた収入が増えたので買い物もできるかな。に入らないかい？嫌です。暴君が勧誘してきた。うん、セーブ。まあいいや、ちょっと待ってよ。野菜は拾えてないから、やるとしたら買い物だけですかね。うん、ユナイトスパイクが買えるようになってる。ユナイトスパイク、うん、ガッツの強化型。跳ね返すだけじゃなく表面のスパイクでダメージを与えることができる。トゲ付きのガッツが使えるようになると便利なんだけど、何買おう。でも他にも結構便利なのがあるからね。悩む。ユナイトキャンプはまだいいや。トゥームストーンをちょっと買いましょうかね。ユナイトトゥームストーン、うん、さっきちょっと買おうか悩んでいた、ね、石に変身して押し潰す技、これちょっと使えるようにしとこう。セーブしようかな。まだ時間が25分以上あるか、多分12時超えるとは思いますけど、今回このままちょっと続けましょうかね。オペレーション4までやっとこう。オペレーション004海洋都市ネオミール。海洋都市ネオミールまであと3キロ。タキオンレーダーに敵影なし。諸君らも知っての通り、最高機密のスーパーリアクター2カ所にわたって襲撃を受けた。彼女が命を懸けて作り上げた人類だ、マルガリータ。マルガリータを維持するため、残る3機のスーパーリアクターを死守せねばならん。彼女？おい、じいさん。シャトルの中で24時間経てば奴らに一泡吹かせてやるって言ってた。あれはどういう意味だ？スーパーリアクターのエネルギー持続時間はちょうど24時間。この時間を過ぎればマルガリータは消え失せてしまう。それが地球の科学力の限界じゃ。じゃあまだ死ぬのを待ってるだけじゃねえか。だからさっさと敵の本陣に乗り込んで。じゃが来たるべきこの日に備え、我々はすでに対侵略者決戦兵器を開発しておる。その名も白金コメット。白金コメット？なんだっち？そのすぐにガタが来そうな名前は。うるさいわい。白金コメットは10年の公転周期で軌道上を回る水星型超土球粒子兵器じゃ。その構造体そのものが反物質粒子超大砲をなし、惑星すら一瞬で吹き飛ばす威力を誇る我々人類最後の刃なのじゃ。先の第二次侵略戦争後に完成させ、水星にカモフラージュして外遊中に隠してやる。わしの計算通りに行けばあ
と24時間で奴らを射程に捉える位置にやってくるはずじゃ。我々は24時間の防衛の末のわずかなチャンスに命を懸け、白氷の勝利をつかまねばならんのじゃ。なんだよ、なかなか面白そうな話があるじゃねえか。だったら最初に教えてくれってんだよな。そうだっちよ、もったいつけすぎだっち。全部入隊のオリエンテーションで教わった話よ。海洋都市ネオムーまであと 1000m、 敵のハイドロレーダー副域に入ります。諸君、最後に作戦内容の確認だ。現在大規模な敵勢力に海洋研究所ネオムーが襲撃を受けている。信じたくはない。敵の狙いは海底に隠されたスーパーリアクターであると見て間違いない。諸君らの任務、敵勢力を速やかに殲滅しネオムーのスーパーリアクターを死守すること。いいだラジャ総員出撃。ラジャ、というわけで、よいしょ。まずはちょっとね、野菜を集めたいんだけど。そういえば、あの可愛げのないひねくれたガキはどうした？あのルカって子？船に戻ってすぐ放流室に入れておくようにグリーンに言っておいたけど。ああ、それならイエローに押し付けておいたっちよ。そうだっちな。そんな、ほら、ちょっと恥ずかしくてお前らな。スーパーリアクターが危ない。総員前進。ラジャ、もうすでに先を越されてるようなんで急がないといけない。ラーメン、テイクアウトのラーメンあんまり使ってないですよ。使ったらまあ評価が下がっちゃうからあんまりね頼りたくないんですけども、まあ、先を急ぎましょうか。 UFO、 よいしょ、でかい剣振り回してた方が早く片付くね。ガチャ、ガチャは回していこう。正規の隊員さんがいらっしゃった。ワンダ PC ネット弁慶、ワンダ PC デイトレーダーネット弁慶って強いのか。普通になんかあの生きってる人のことでしょ。ネット弁慶って土壌では偉そうだけどみたいな。よいしょ、侵略者よりも破壊するヒーロー大丈夫、人的被害が出なければどうということはない。さっきのヘビか、引きずり出さないとまともに攻撃できん。出てこい。よし、倒せる？倒したっぽい。やったぜ、ピュアプラチナ、珍しくいい評価をもらった。やればできる。ちょっと、とりあえず町の破壊は全部ゲス自白のせいということにしとけば大丈夫だと思う。トイレからはファイルか、ファイル読む時間っていうのも設けたいなと思うけど、多分それほど数が集まってないっていうね。よいしょ、よっこいしょ、花壇があるね。ラーメン、どこにでもラーメンがある。助けを求めている人が
よし、ワンダフルワンダブルオーに入らないか。こっち側に降りれますかね、うん、溺れてる人がいる、助けてあげんと、うん、水の上今ね立ってますけども、水の中にはハンマー使うと潜り込むことができるんですが、浮いてきたね敵が。普通に敵の方から来てくれた、痛い、ちょっとよいしょ。水のなんというか流れがあるせいで思うように動けてないですねこれ。よいしょ、突っ込んでくる、絶してる間に倒して囲い込め、仲間に引き入れろ、うん、ちゃんと潜って戦った方がなんだろう、やりやすいとは思うんだけど、ね、隠れ映画がここに出てるんでちょっと入ろう、敵の隠れ映画を荒らしていこうね。今ちょっとローディングが入っておりますけれども、敵を全滅させろ、これは黄金か、潜るやつね、1体ずつ倒してなるべくちょっと戦いやすい状況を作らんといかん、違う引きずり出して気絶させないと多分まともに攻撃できないんだよね。まず1体、よし、いいぞいいぞ、打ち上げて、どうした、もうちょいか、痛いここで受け身成功させてもな、ちょっとまずは引きずり出さないと、どうした、うん、うまいコンボの稼ぎ方っていうのを、うん、未だに何だろう理解できていない、まあいいや、クリアはできたんでね帰りましょう。でこっからあ、そうか、水に入らないといけない、ハンマーで沈む、こういう仕掛け面白いよね。水の中を進んで、もうすぐでも12時になっちゃうからな、とりあえず次のコンビニにたどり着くまでは進めようかなとは思ってますけども、レーザー砲じゃない、普通の砲台か、弾き返す、走行を剥がしてしまえばどうということはない、いやーよいしょ、攻撃のチャンスが、敵が見える位置に行かないと危ない、受け身がうまくいってないなこれ、せっかく買ったのに指令のカードで、さあ来い、まだ装甲が生きてるか、大丈夫、よし超えてっか、壊れてない、よし、ああ手こずったね、先には進めるようになってるかな、助けを求める人が、よいしょ、ほい、うん、迫り来る騎士道ワンダーアーマー21歳、意外と若い、
なんていうか年中者が多かったけど、よし、壊せるもんはとりあえず壊してお金とかを集めないとね。これはまたなんか来そうな広さ。サソリか、サソリは動きを封じてハンマー使ってみようか。よいしょ、ハンマーもねなるべくあの敵を攻撃させてランクを上げたいから。それかユナイトガンでもいい。貼り付かせれば隙ができるんだけど、おっと距離を一気に詰められるな。わあ、ナイス受け身。水中だからなんかこう動きがふわっとしちゃうね、うん、とりあえず隙をどうにかして隙を作らせないとまともに攻撃できん。ほい、貼り付け、ピクミンのごとく。よいしょ、打ち上げたね。潰れろこの野郎。よし、トゥームストーンが役に立ったけどシルバー評価閉まらんな。まだまだ、よいしょ、ほい、こっから外には出られんか。ガチャがあるね。よいしょ、1連2連3連4連5連、5連ガチャ多分この中に、うん、隊員さんがいらっしゃった。ワンダパイレート、職業海賊65歳。俺も職業欄に海賊とか書いてみたいよ。職業海賊ですみたいな。よいしょ、ええ、やっと外の空気を吸える。ここには入れるの？ケーキ。こっち側にも結構人いっぱいいますね。ちゃんと助けてあげないといけない。よいしょ、でこっちが違うの、乗れる足場がありますよね。よし、大きめのハンマーを作って沈んだ上でジャンプ、これで来れますかね。ひねるタイプ。よいしょ、開くかな。開いた、フィギュアか。そんでもってから入れますね。こういうなんか気づきにくいところにもいますからね。ワンダダイバー、うん、職業漁師、オーシャンハンターを思い出す。ここにも民間人がいますかね。民間人っていうか、うん、学者さんでしょうけど。帰りはどっから出ればいいんだったっけ。よいしょ、普通にここから出られたね。で、無知か、届かない
て届いて届かないと向こう側に行けないの。よし、はい、ここも中に入れそうな扉がある、うん、サンダービクトリートピドー使う予定は今のところはありませんけども、家付きの壁か、よいしょ、ラーメン、白い箱はまだ開かないやつだね、まあ、つまりそういうことだね。よし、トイレがあるんでちょっと詰め込んでこう、開いて、トイレから回復アイテムか、助けを求める人が結構いるな。新しい敵が出てきた、宇宙怪獣ハガーネ、ハガーネ、オーゴンとかハガーネとか、よいしょ、いえ、かっこいいけどやっぱりこういうのって、ね、強いですからね。殴れそうなタイミングでは殴っていきたい。基本回避を優先した方がこれ良さそうだね。鋼飛行タイプエアームドかな、前面を硬い装甲で覆っている。じゃあハンマーで叩き割ればいいじゃないと思ったけど、ハンマーも弾かれる。それだけ硬い。後ろから攻撃すれば一応ダメージは入るっぽいですけどね。後ろからじゃないとまともにダメージが入らない。よいしょ、守りを解いた時に削るのが良さそうだけども、攻撃が激しすぎる。怖い怖い、真正面から殴るとユナイトモーフを強制的に解除されますね。これ、まあ、おダメだ、リップしゃー、受け身、ガードを頻繁にするからなかなか攻撃できん。攻撃がまるで効かねえ。あの棘も厄介なんだな。どうすれば。ここまで。一つ、人には思いやり。二つ、ふるさと帰ろかな。三つ、未来は無限大。あいつは。やっと来てくれたっち。四つ、酔わず控えめに。五つ、いつでも真心を。六つ、昔は良かったな。おい、あれいつもの。100まで続くっちな。七つ、なかなかやるじゃない。八つ、やっぱりやるじゃない。9つ、ここらで一暴れ。もう、さっさと暴れて。続きは後よ。イカ略、ファンダロイズホワイト。呼ばれる新州支部隊員、白虎院桃江、
サンダーホワイト。レッド、お前隊員全員の名前を覚えてるのか。悪事を働く不埒な狼藉者よ、拙者が成敗いたす。ユナイトロー。ワンダフリュー投手、ワンダーホワイト、入る。というわけで、クロウの能力で敵の防御をこじ開ける。連続攻撃は得意なんで、結構扱いやすい技ですかね。敵を凍らせることもできるっていう、もう本当にとにかくかっこいい。隙に切り刻んで倒す。やっぱり忍者は強い。プラチナ評価までいただいた。というわけでね、ユナイトクロウが使えるようになりました。なんか意図せずアイテムを取ってしまった。クロウがあれば苦労しないってか。誰がうまいこと言えと。実際強いからね。でも白い箱も苦労があれば開けられるね。これもこじ開けられますね。よいしょ。これで一回ちょっと戻ってみましょうか。よいしょ。一回戻るとね、シークレットミッション的なのが確か発生したような、しなかったような。ちょっといっぺん、あ、出た出た、ニャークが出てきてる。食われる、食われてたまるか。おっと、怒ってる。遠距離攻撃もね、苦労できるので、できるんだけど食われた。離せこの野郎、やばい、離れないと。危ねえ。ほら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 、危ねえ。ほい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 。クロウだとなんていうかコンボが増えやすいみたいなのどっかで見たんで、評価もいい評価もらいやすくなるかな。まあでもこのニャークはソードの方が相性いいかな。痛い。食われた。普通に食われたわ。やばい、離れないと。食らってしまった。隊員がバリアの向こうに行っちゃってるんだけど。レーザー来る。よし、倒した。コンボは良くてもダメージが多いと良くないね。いや、じゃあ寄り道も終わったし先に行こうか。よいしょ。ふう、でまたこれか。扉をこじ開けた先に進まないといけないんですかね。ちょっと離れたところに助けを求めてる人がいるんで、これ助けてあげないといけない。ワンダセイラー71歳、提督、提督。なんだかすごい人が仲間になってくださった。提督さん以外は誰もいないかな。帰っていいか。よし。謎のロードが
大丈夫か。びっくりした。フリーズしたかと思った。よし、またちょっと壊せそうなところを壊しながら進んでいかないとね。壁に張り付く爆発。オッケー、ユナイトクローで壁を登ることができる。こんな感じで、よいしょ。とりあえずちょっと近づく前に倒せるものは倒しておきたい。わっせわっせ、敵の邪魔が入りますね。敵はでもそんなに強くないから、サクッと倒して先に進みましょう。わー、しまった、落ちた。せっかくいいとこまで行ってたのに。バルログかな、バルログなのかな。一応カプコンネタもそこそこ入ってますからね。ワンダシスター、銃で戦うシスター、かっこいいじゃないか。35歳、数字の4。なんかこういう意味ありげなところってね、ライナーでなぞったりするとなんて言うんだろう、隠しアイテムが見つかったりしますからね。これでどうよ。ちゃんと囲めてない。丸で囲うのはダメだよね。大きめの4書けば反応したりしない。ダメ。ね、なぞって書くの下手くそすぎますね。よいしょ。おっとっと、流される。民間人がトイレもあるんで、ちょっと押し込みましょうか。中身はファイル、ゲスジャークファイル。ここもまた登れるやつですかね。ユナイトクロー、よし、でかすぎる。爪がでかすぎる。的みたいなところを銃で撃てと。大掛かりな装置ですけどね。もうちょい、もうちょい、もうちょいずれて。なかなか当たらん。この辺から撃てばいいか。当たって当たって、向きがいけないのかな。よし、バズーカで撃ってみた。 UFO か。よいしょ、ソード振り回した方が圧倒的に早い。型にして、ちょ、あと何機だ、1機ぐらい。当たってない、当たってそうで当たってない。これ少ないなら銃の方がいいかな。当たってないよなこれね。え、手こずったけどピュアプラチナなんだ。基準が本当にわからん。ピュアプラチナもらえたからいいけどね。よいしょ、臨時隊員がどんどん増えていくね。コインか、プラチナコイン。溺れてる人がいる。助けてあげんとね。これは助けなきゃいかんでしょう。ここは、
沈めますね。トゥームストーンの攻撃範囲がすごく広いな。仲間もだいぶ増えた。これは下台道具、トゲを剥がさんといかん。よいしょ、まず一つ突っ込んでくる。これは間に合わんか。よし、もうちょっとで裸にできる。四つん這いになったら離れんとね。よしよし、もうちょっとで丸裸にできそうなんだけど。ここもちょっとクロウで戦ってみようか。よいしょ、ダメだ。リップとクロウが書き方が似てるからね。誤爆しやすいというか。いやー、おっと、味方が気絶しまくってる。いやー、危ねえ危ねえ。倒せるか。よし、ううん、惜しい。ダメージ受けなかったらピュアプラチナだったのかな。だいぶ離れたところに移動してるけど、トゲ付きの壁がある。よいしょ、裏側に人がいましたね。いらっしゃい。ワンダモップモップ清掃業の表の顔は清掃業。黄色い箱か、ハンマーだね。よいしょ、中身はフィギュア、うん、まあいいや、珍しいもん見つかったし帰りましょうかね。にしてもコンビニまでが遠いな。もうそろそろその中間ですかね、コンビニのところまでたどり着きそうなもんですけど。ここもクロウで移動できるやつか。よいしょ、おっせおっせ、とっと違う、あぶねえ、落ちるとこだった。戦闘がクロウで張り付いてるのは分かるとして、一緒についてきてる人がね、無重力でふわふわついてきてるのがすごいシュール。スティンガー覚えた。一気に距離を詰められるようになりましたね。ここはバッテリーが拾えるだけか。うん、味方来るぞ、気をつけろ。ソード、なるべくでかいのを作って、サムネに使えそう。あら、坊やたちが噂の悪い子ちゃんたちか。何者だ。僕がリーダー。可愛い顔してるじゃないか。この美少女が男にしてあげよう。可愛い顔などしていない。ムキになってますます可愛いね。おいで僕、お姉さんが遊んで。あ、いえ、何を言う。レッドが顔までレッドになってるっち。何よ、お
なおばさんにのぼせたりして。チェリーね。誰がおばさんだって。あんたに決まってるでしょ、お化粧おば。なんだって。名前切るんじゃないよ、この小便臭い小娘が。黙れ、お前逃げ。殺してやる。かかってきな、このケツの青いピンク頭のポンコタバズレツサレ。どっちも怖いっちよ、ママ。おらおら、ついに見つけたぜ、ビジョーヌ。どれだけ夢見たことか。貴様、このバリアンチームブレードで真っ二つにする日をな。ここからブルー一人でこのビジョンを倒さないといけない。回避技とかが使えないから、だいぶ普段と比べて戦いにくいんですけどね。攻撃もちゃんと見切らないとすぐにやられてしまいかね。犬になった、ブルーが犬にされてしまった。これあのゴッドハンドのネタみたいですね。まだ来る、突っ込んでくるタイミングが分かればなんとかなりそうなんだけど、攻撃を連発しすぎるとバッテリーがすぐなくなってしまう。何か来る、ミサイルか、ちょっと避けよう。いかん、ハートは食らうと犬にされてしまう。ミサイルか、降りてくるまでは時間があるはず。分身した、こいつか。よし、ひるんでるうちにキリキさん、よし。ダメージ受けすぎてる。どうだ、このバリアンチームブレードの切れ味は。どうって、どうでも気持ちよかったよ。何？でも私を生かせるにはまだまだだね。もっと楽しませてくれるんじゃなかったのかい？それじゃあ私は一足を先に行かせてもらおうかね。もっと遊びたかったらついてきてもいいんだよ。ブルーを見捨てるわけにはいかない。総員、これよりブルーの救出へ向かう。とりあえず落ちてったブルーを拾いに行かないといけない。ちょっと壁を伝ってブルーが落ちたところまで移動しないといけないんですが、邪魔が入るね。土偶とかが壁に張り付いてる。痛い。全部を相手にしてたらちょっとキリがない。ちょっと大型のナイトモーフにしないと処理に時間かかる。よいしょよいしょ、でかいのはちょっとスルーだ、相手にしきれない。またなんか惜しいな、評価がところどころで。ブルーは大丈夫なのか。土偶か、
すごいなんか臨時隊員が増えまくってるせいで伸びてる味方の数もすごい増えてる、ね、中土風はできれば仲間に引き入れたいんだけど、いやー受け身よし、受け身大活躍してますね。買っといてよかったわ。爆発仕掛けてるこいつを、よし仲間できた。こいつも囲め、 OK。 またこいつか、アガーネだっけ。いやー攻撃をなるべく回避しないといけないけど、後ろ足とかでも攻撃してくるからね、こいつ。ミサイルか。こいつはこじ開ければひるんでくれるはず。よしよし、凍りすぎだ。削れ削れ削れ、マルチューナイトで一気に削りきれば、うん、瞬殺。やっぱクローンの超火力は最高やな。はいいけど先に進めないぞ。どういうこと？ん？また一人生き残りがいたんだ。また君か。壊れるな。全くだ。よく合いますね。危ね危ね。崩れる。ん？あそこにいるのは足場がどんどん崩れていく。あそこで伸びているのはブルー。起きろ起きろブルー。ブルー大丈夫か？触るな。この傷大したことね。しかし大丈夫だって言ってるだろ。ブルー、我々はチームだ。隊員の勝手な行動は認められない。隊長風吹かすんじゃねえ。だいたい俺はお前のことをリーダーなんて認めてねえんだ。ちょっと何言ってるの？あんたのせいでみんなが危険な目に遭ってるのよ。待てピンク。知ったことか。自分で自分を守る腕もないような奴がでかい口を聞くんじゃねえ。やめるっちよ。早くしないとここも崩れ落ちて。どいてな、ゴムマリ。腕がないかどうか見せてやろうじゃないの。上等だ。このバリアンチームブレードのサビにしてやるぜ。やめろ、やめるんだ二人とも。呆れたね。あんたたち仲間同士で争ってる暇なんてあるの？君は？このまま奈落の底にダイブしたいって言うなら止めないけどね。そうだっちよ。こんなことしてる場合じゃないっち。みんな冷静になるっちよ。お前さっきどさくさに紛れて俺のケツ蹴ってなかったか？やろ、何しやがる。それじゃあまたね。とりあえずブルーは見つかりましたけどね。また助けられた。でこっからまた2つ画面使っていかないといけないところですかね。外から古墳が攻撃してくるんですけど、とりあえずちょっと中の様子を見ながら進んでいきましょうか。意外と近くにそうブルーいましたね。
結構遠くまで流されたのかと思ったら、割と早くね回収できたっていう、うん、目の前に青いフェンスがありますけれども、外にいる古墳が赤いところを撃つと、ね、赤いフェンスのところが通電するようになっているので、うん、外をね、なんというか見張っている古墳の動きを見ながら張り付く壁を見極めていかないといけない。ちっちゃい画面の方もよく見るとね、なんか敵が邪魔してきたりしてるので、あんまりね外の様子ばっかり見るわけにもいかないんだけど、とりあえず進んでいきましょうか。赤が狙われてる。よいしょ。感電したとしても多分そんなすごい食らうってわけじゃないんだろうけど、よいしょ、青が狙われてるのかな。何気にあの中の方も土偶が邪魔しに入ってきてるから、いやー、しびれてしまった。赤いのが狙われてる。よしよし、またやばいやばいやばい。ついたかな。ちょっと画面を戻そう。よいしょ、緑の箱は銃だね。開いた？ラーメン。やったぜ。上に行ける矢印がある。よし、はしごを登れる。長いはしごができて、あった。ハートのかけらが手に入りましたね。画面をちょっと中に戻そっか。よいしょ。丸いところはだいたい囲むと、ケーキが出てきた。よいしょ。他は何かないかな。ここも囲めそう。コインだね。でここは鍵穴。騒動ぶっ殺。おっと、飲み物を取りに行くなら私にも紅茶を頼む。レモンを絞ってな。知らないよ、間違えた。これで外に出られる。時間かかりすぎたのか評価がなんか下がっちゃってるけど、ここから戻れる。よいしょ。で、こっちに行けば良さそうですね。ただ古墳がすごく出してくれる気がなさそうなんで、ソードを構えていこう。金返せばどうということはない。ふう、これでやっと中間にたどり着いたね。やっとコンビニにたどり着いた。なかなかいい作戦だ、褒められた。なんだかんだで結局尺が30分近く伸びてしまいましたけれども、まあとりあえずここで区切れそうですね。野菜どんぐらい集まったかな。結構破壊工作したから集まってそうだけど、ナスとピーマンがあんまり集まってないか。次にカードを作れるのはいつになるだろう。お金は384,955。あれば便利なのは今のところだいたい揃っているんだけどね。アタックライナーは、アタックライナー、割と便利っちゃ便利ですね。周りのもの壊すときとか、
ライナーの戦闘の隊員的にダメージを与えることができる、うん、まあ、物も壊せますし、ちょっと時間短縮のために買っといた。間違えたセーブしたいのね。セーブセーブ、これでいいかな。うん、ではまたね、2時間ぐらいの尺になってしまいましたけれども、今日はここでちょっと区切って終わりましょうね。ここまでご視聴コメントをいただきましてありがとうございました。